マッシュさん、バンドで演奏すると走る原因がフィルインにあると実感します。フィルで走らない練習方法ありますか？めちゃめちゃ遅くやってみてください、ぜひ。例えば160の、曲をやろうとして。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。160なんですけど、これを80ぐらいまで落として半分にして、シンバルとかそのフィル の, そのどこにクリックのカウントが当てはまってるかを意識してもらったりしますね。なのでこれぐらいでやってみると、違うけどっていうことをやると、そのクリックのカウントのどこに当てはまってるかっていうのがこう分かりやすくなってくると思うので、超ゆっくりやるっていうのはめっちゃいいですね。で、結構走りやすいフレーズで、なんかシンコペーションのこのなんかこんなフレーズがあるとしたら、これももうめっちゃゆっくりして突っ込みやすいなっていうやつを、もうこのめちゃめちゃゆっくりにして、それでその走りやすいポイントのクリックにどこに当てはまってるかっていうのを意識してもらうと、良くなっていくのかなと思うので、超ゆっくりやってみてもらうといいと思いますね。